強い冬型の気圧配置が続く道内日本海側は今日夕方にかけて大雪などによる交通障害に警戒が必要です強い冬型の気圧配置が続く道内は日本海側北部を中心に大雪となり留守市ホロヌカでは午前10時までの24時間に観測史上最も多い77センチの雪が降りました積雪も140センチを超え この冬の道内最大を記録しています。また一部の道路では吹雪で前が見えなくなるホワイトアウトも発生しています。雪が重たくて <laughs> 除雪しづらいっていうか。大雪の影響で JR はこれまでに特急4本を含む54本が運休しています。日本海側では今日夕方にかけて。 大雪や猛吹雪による交通障害などに警戒が必要です。